みほキュメンタリー。こんにちは、みほです。今日のお昼はこちらのキュウリを食べました。バーニャカウダのソースが家にあってというか、先日ご近所の方とパーティーをした時に余ったものを置いていってくれて、それを食べました。こちらお土産でいただいた飛騨麹ラーメンです。はい、こういう即席ラーメンを作る時はあまり具を入れた記憶がないんですけれども、今日はこのせっかくいただいた美味しいラーメンをさらに美味しく食べたくて、具を入れようと思って、じゃあ何を入れようかなと思って、あまり思い浮かばず裏面を見ましたら、メンマとかチャーシューって書いてあったので、スーパーに行ってそっくりそのままメンマとチャーシューを買ってきました。はい、メンマとチャーシュー、すごい立派なチャーシューで、こちらがアスパラガスです。こちら先日のパーティーの時に友達が作ってきてくれたのに食卓に並べ忘れたらしくて、はい、解散してからみおちゃん全部食べていいよって、冷蔵庫に入ってるから全部食べていいよって言ってもらって、それでいただきました。うん、とっても美味しくて、まだちょっと残っているので大事に食べたいと思います。じゃあ今日はこの辺でバイバイ。